今夜もね、フューチャー K-POP ということで韓国アーティストをご紹介したいと思います。はい、一組目は身長180センチ以上の5人組ボーイズバンド TUJI です。ミュージックチャージをお聞きの皆さん、長井さん、イットさん、はじめまして、せーの、 TUJI です。自己紹介します。僕は TUJI の最強のビジュアルギタリスト千里です。僕は TUJI で DJ をしているジュヌンです。僕は TUJI でリーダーとドラムを担当しているファンジュンです。僕は TUJI のボーカルホジンです。僕は TUJI のベーシストチャンユンです。 TUJI の、ね、メンバー全員からメッセージをいただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。 TUJI は数字の2にアルファベットの Z と書いて TUJI、はい、ということで、韓国語で TUJI は投資のことだそうです。英語ではね、 from 何々 to っていうね、ありますよね。その意味が含まれてるようなんですけど、アルファベット最後の文字 Z を取って TUJI、 最後までという意味があるんだそうです。そんな TUJI は2020年にデビュー、2022年9月に初来日ワンマンを行い、日本デビューをしています。メンバー全員がね、モデル出身のイケメンバンドということですが、じゃあ糸ちゃん、メンバーを改めて紹介してみてください。グループ最強ビジュアル担当ギタリストのジソプさん。はい、なんかね、笑いながら言ってたけどでもまあイケメンだから別にいいんですけどね、うん、照れちゃったのかな。DJ のジュノンさん、リーダーとドラム担当のボンジュンさん、ボーカルのホジンさん、ベーシストのジョンヒョンさんです。はい、ということで5人組の DJ もいるバンドっていうことになるんですよね。はい、それでは TUJI から日本のリスナーへメッセージをいただきました。よろしくお願いします。お願いします。今ね、저희 TUJI が7번째ミニアルバム Do Not Disturb を돌아오게되었습니다。 Do Not Disturb의타이틀곡인너를볼때면이라는노래는요저희의별명인희망을노래하는아이들의가장잘어울리는노래라고생각합니다。이번저희가뮤직차지에서지금여러분들이뮤직차지를듣고계시는데저희의곡너를볼때면에참많이들어주시고저희가언젠가2024년에일본에갔을때저희를응원을많이해주시고또저희의라이브를보러와주셨으면좋겠습니다。以上 TUJI でした。応援してください。最後はね、日本語で応援してくださいとね、おっしゃってましたけど、韓国語をね、ちょっと要約して皆様にメッセージをお伝えさせていただきます。お願いします。 TUJI が7枚目のミニアルバム Do Not Disturb を発売。 Do Not Disturb のリード曲は Hope、 グループ名のね、あだ名でもあります希望を歌う子たちにぴったりなね、曲です。ミュージックチャージをお聴きの皆さんに僕たちの Hope をたくさん聴いていただけると嬉しいです。僕たちが日本に行った時はたくさん応援して、僕たちのライブにもたくさん来てくれると嬉しいですとのことです。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。この7枚目の EP Do Not Disturb は2024年1月15日にリリースされています。では早速その曲を聴いていただきましょうか。 TUJI で Hope をお聴きください。お送りしたのは TUJI でホープでした。うん、なんかすごく爽やかで軽快でいい曲ですね。そうですね、うん、ホープですごいね、うん、もうこうね、いつも言ってますけど、もう何語で歌ってるかって本当関係なくて、うんうんうん、なんかサウンドからね、いろんなメッセージ伝わってきますよね。 TUJI、うんうん、のことが気になった方は SNS などをね、ぜひチェックしてみてください。